IR 石川鉄道は石川県内を走る旧北陸本線を継承した会社です。金沢、東金沢、森本、津幡、栗からの駅でしか営業していませんから、かなり狭い路線であります。かつての青い森鉄道も八戸暫定開業時は、目時から八戸と短い路線でしたが、それ以上に短い第三セクター路線です。北陸新幹線開業時に北陸本線と信越本線は移管され、それぞれの県に第三セクター会社を設立しました。その時に IR 石川鉄道には JR 西日本から521系が譲り渡されました。これがないと運行できないことはないものの、ほぼ使い物にならないので、この新型車両を投入したのはごく普通のことでしょう。そもそも昨日まで走っていた北陸本線の電車が来ないのは困りますからね。栗からは中途半端な場所で県境に存在していただけですから、金沢から富山は愛の風富山鉄道線と直通運転をしています。路線距離の関係で多くの車両が愛の風富山鉄道の車両ですから、この水色の車両は少し珍しいですね。それから少し記録的に面白いのが、一編成あって、これは JR 西日本が保有していたのですが、わずか1ヶ月で転属となったものがあります。これは移管前に多少は残していかないと、自治体の負担が重くなるからなのでしょうか。なお、IR 石川鉄道も延伸計画があります。事実上の話ですが、北陸新幹線が敦賀延伸をした暁には、敦賀から金沢は JR から切り離す予定です。こうなれば、牛谷駅までは IR 石川鉄道が継承することでしょう。青い森鉄道や信濃鉄道の拡大と同じですね。自治体負担が大きくなるので、自治体にとってはありがたくない話ですが、まあ、そういったことが考えられるということを述べておきましょう。最後まで見てくださり、本当にありがとうございます。この動画は毎日投稿しておりますので、明日も明後日も続けてご視聴いただけます。毎日新しいコンテンツを提供していくため、チャンネル登録をしていただけると非常に嬉しい限りです。旅行動画を企画しておりますので、皆さんの力添えをよろしくお願いします。それでは今回もありがとうございました。またお会いしましょう。